すぎて神エイムもクソエイムになるレベル。お姉様は神エイムじゃないから関係ないですね。味方が削った敵のとどめを奪っていくスタイルですし、たまたまなの。ターマーターマーキャッパー。装備を回収しているところに漁夫乗りの襲来。姑息な奴らね。アイテムボックスとなれ。ルイは友を呼ぶ。ボソ。友は殺し合いません。ブラッドハウンドさんのスキルが仕事してくれましたね。公式ロールハックスキル。敵の姿が動いてくれるようになってよかった。本当によかった。君たちダウンしちゃったの。すみません、ブラッドハウンドさん。奥丹さん。お姉様一人では何もできないのです。このマッチは諦めて次に行ってください。なんのその、やっぱー。おーやるじゃん。あと一人。なんだけど攻めてこないな。蘇生でもしているのか？いた。さっきダウンさせたコースケックさんがいるので蘇生されちゃったのでしょうね。周辺に蘇生した敵。圧倒的圧巻。だからこそ弾が当てやすい。ヘムロ。バン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 、やっぱー。突破なたれよ。私の右腕。レイスの右腕便利ですね。私もこの右腕欲しい。ポータルの中から出れなくなればいいのに。ボソ。聞こえてるよ。ふんふふーん。どうやらバンカー内に敵がいたみたいですね。バンカー周辺で戦ってると漁夫乗りが来る可能性高いからね。漁夫乗りされる前に早めに対処しなければ。バンカー内で戦ってる時に漁夫乗り来られると最悪です。あばば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 敵ブラッドハウンド、ビーストモードに突入。奴の視界に入らないようにしないと、と思ってたら味方ブラッドハウンドさんがダウンしちゃった。アイテムボックスになんかさせないぞ。急いでポータルに入るのだ。そういえば最近夏休みでやる人が多いのか、よくゲーム内で声をかけられますね。よく応援しますって声をかけてくれて嬉しい。だけどそのマッチで私が全般クラスのミスした際、空気が悪くなるからやっぱ嬉しくない。ジャンプマスターの借金する初歩的なことしたかとかもう最悪。ミスらなければいいのでは？プロでもミスくらいあるでしょが。てかブラッドハウンド殺し損ねてもう絶対絶命なんだけど、諦めの皆さんさよならバースト。バン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 。ブラッドハウンドまで来たー。と思ったらポータルでどっか行ったー。ふん、こうなるかと思ってあらかじめ用意しておいたのさ。バイバイ。やっぱー。お待たせ。どうやらすぐ目の前にドロップシップが到着したそうです。無防備な敵がリスポーンする。キルするには絶好のタイミングですね。万が一の時のために、安全安心ポータルを設置しておくよ。これでいつでも大傷を負った味方を安全地帯に戻すことができますね。ガッツライトその通り。だけどもちょっとポータルミスったわごめん。わら、もうちょっと伸ばせばよかった。わら、笑い事じゃないんだが。敵がないの？敵は見えませんか？アンチ外なのでいずれ姿を見せるでしょう。こんにちはバースト。バン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 。キャッパー。自分ナイスレミリアナイススカーレットナーイス。自分、褒めすぎでは？あれれ？今左側に回り込んできたような音がしたぞ。崖が邪魔して見えなーい。フランらしからぬハズキルーペリスペクトですか？あばばばばばばばキャッパー。残り1体はミッキーとスパらしいです。あいつに逃げられたら追いつけない。逃げ切られる前に、砲は攻撃始めー。あばばばばばばばキャッパー。敵残り2部隊のうち1部隊を目視。ヘムロックの単発命中率に恐れをののけ。どちらかというと当たらなかった弾の方が多かったようですが。それは私のエイム力の問題。気にするな。だから私は突撃してゼロ距離でトリガーを引くのだ。ゼロ距離まで詰めれれば一か八か敵をキルすることができる。あとはもう神頼みのドーンでもなれってやつだ。それ楽しい。ゼロ距離バーストー。やったー。今回は運よく勝てた。絶対そのゼロ距離バーストとかいう打ち方、戦い方、やめた方がいいですよ。じゃあ私の弾を敵に当てろよ。じゃあ私の弾を敵に当てろよ。熱くて頭がいかれちまったようですね。ブラッドハウンドさん助けたい。緊急出動。すでにオッタンさんが救出してくれていたみたいですね。残る敵を求めてちゃんと君ちょっと邪魔なので死んでください。ビーストモードのグラハさん見つけ。リンチでボコボコにするぞー。やったー。残るは1部隊。岩の上で構えている敵を発見。お姉様のヘムロックは廉価版なのですか？妙に弾が当たりませんねー。あっ、クソエイムだったからか。ガハハ。視聴者の皆さんはこういう毒舌な性格になってはいけませんからね。反面教師にしてく。おいこの作為性じゃねえか。クソったれがよー。視聴者の皆さんはこういう汚い言葉を使ってはいけませんからね。反面教師にしてください。よし、私は外で来る敵に備えて索敵をする。ちょっと待って、こっち臭いんですけど。どうやら壁の向こう側からガスタンクを不法投棄されたみたいですね。おっと、ガスタンク投棄したご本人登場。逃げられちゃいましたね。ブラハさんと S 臭いよ、気をつけてよ。ガスおじさん本人は別に臭くないのでは？よし、ダウンを取ってくれたか。さっきのガスの恨みをここで晴らす。やっぱー。もう一人の敵と接敵しました。ガスおじさんのあだ討ちかい？あばば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 。やっぱー。残るは一人。さっき岩山の方から狙撃してきたね。いましたいました。チャンピオン待ったなし。バン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 。やっぱー。3人ダウンさせたのに終わりませんね。彼、金シールだか？リンゴ。やっぱー。私にしてはまあまあな成績を取れた。13キルしても2000ダメにいかない悲しみ。15キルいけばいいのか？
敵とエンカウント、頭上から来るぞ。お前ら戦闘フォーメーションだ。相手に気づかれているのでしょうか？おん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 。おん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 。こちらに手を向けていたということは、警戒していなかったようだね。レースさん透明化で逃げた。忘れにファインダー、それはさせない。さよなら。あばば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 ばおい命乞いしろよ、命乞いして。やっぱりアイテムくれよアイテム。どうせ命乞いしても見逃さなかっただろうに。かわいそう。アイテムを補給して味方のところまで駆けつけたが、そこはすでにアイテムボックスが散らばっている地獄絵図と化していた。今の敵、お姉様がダウンさせたんじゃないですよね。なんで確定キルもらったんでしょう。さっきキルしたワットソンがダウンさせた敵なのかな。オクタンをダウンさせたワットソンをキルしたから、今のオクタンのキルがもらえた。なんかカタカナが多くて話についていけません。まあ要するに日頃の行いが良かったから確定キルもらった。それだけはない。食い気味に言うぜん。そろそろ時間が危ないんじゃないですか。リング出張開始しちゃうね。そうなったら敵味方どちらにとってもあまり旨味がないので撤退するか。そしてアンチへ撤退するとき途中、敵を発見。私たちが配置に着いた頃には敵はすでにアンチだえ。オレンジの境界線で敵が見えにくいですね。まあ敵に対して牽制を仕掛けておければ、敵は勝手にアンチ外で死ぬからいいのさ。あんな風に、キャッパー。ただ、結局アイテムを回収できないのが辛いところですね。エンカウントー。お前らは絶対アンチ内に入れてやらないんだからな。ここでお前らの進行を防ぐ。なんならお姉様も次はアンチ外ですけどね。あばば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 ばが当たらなくなりそう。心理を聞くな。敵がこの目の前のエアーズロックの上で陣取っている。せこい、と思っていたら敵が一人、足を滑らせて落ちてきた。ガッハッハー、パスレミファインダー、この空気を逃さない。キャッパー、ババ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 バ、キャッパー。さて、ご褒美のアイテム物色タイムといきますか。そこ安全ですか？大丈夫ですか？なんか手榴弾飛んできた。安全ではないらしい。味方バンザの爆撃も相まってよくわからん状況だ。さあさあ盛り上がってまいりました、盛り上がってまいりました。また手榴弾飛んできましたよ。ここちょっと危ない場所なんじゃない？とりあえずシールド1個だけ回復した。シールド1個回復しようとしてたのに、全部削られる大失態。いやー、もうここ嫌だ。離れる。やめやめ。さあさあ盛り上がってまいりました、盛り上がってまいりました。ちょっと、痛いじゃない？体力やばめ。もうそれくらい削れたなら死んだ方が良くない？フランの常識と私の常識とは乖離があるらしい。待って、今攻撃するのはやめとこ。よし、もういつでも攻撃してきていいぞ、やってやろうじゃねえか。と思ったけど、まずはエアーズロックの上を片付ける方が先か。ってことで先ほど私目が設置しておいたこのジップラインを用いて、ヒアリーをー。あっとうも。お主やるじゃないか。キャッパー。怖いか？怖いだろう？あばば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 ば反対に移動する途中、私たちはチクチク攻撃をするんだぞ。どうだ、嫌だろう。ただの嫌がらせでやってたんですか？嫌がらせをすることにより、敵の平常心を乱し、判断力とエイム力の低下を引き起こさせるのじゃ。姑息な姉貴だこと。そろそろ敵さんともお別れの時間かな？いました。あばば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 ー。マッチ戦績はこんな感じ。前よりは比較的1000ダメを頻繁に出せるようになりましたね。しかし私は毎ゲーム2000ダメを取れるよう猛練習。どうやら敵さんとエンカウントしたみたいですね。パスプソファインダーが嫌がるぜ。いろいろなところ飛び回りやがって。パスレミファインダーイコールパスプソファインダー、パスコファインダーを両辺から削除し、レミリアイコール、そう。ちょっと私が真剣な時にそういう悪口言うのよくないよ。よし、味方よ、今助けに行くぞ。まずはパスプソファインダーを倒す。ババ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 バ。オクタンさーん。もう目の前だ。死ぬんじゃ。おい、誰だ、オクタンを殺したのは誰なんだ。お前なーんだ。やっぱー。後で復活させてあげるからね、オクタン。なんか騒がしいですね。別パーティーのお客さんが来たようです。敵同士が戦っているようなので、その間に私たちは裏を取る。あばば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 。気づいたらオクタン落ちてました。なんと、よし、味方ナイス。残念、見えてますよ。やっぱー。敵を見失ってしまったでござる。から歩くでござる。あっとうも。あばば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 。紫シールドとの不毛な争いは嫌だね、嫌だ。ワットソンちゃん、こっちに敵いるよ。敵、自分で対処なさい。一本通路ならば弾幕を張ったもんだ。嫌い。あばば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 。やっぱー。
一本通路でのディボーションの恐ろしさ。おっと迷子かい。今は攻撃開始。キャッター。これにて一件落着。ワットソンさん助けてくれて嬉しい限りです。地方、最終アンチエリアが敵に占拠されてしまった。あそこの建物が最終アンチエリアなんですね。敵残り2部隊。今戦い合ってくれているから、そのうちに近づきたいのだけども。私は忍者。誰にも見つからない影のもの。コソ泥の間違いではないですね。オットパスファインダーがジップラインで逃げるらしい。そうはさせないぜベイベー。キャッパー。よしこのタイミングだ。建物に張り付くぞ。一歩でも遅ければ屋上の狙撃手に頭打ち抜かれていたかもしれませんね。どうか狙撃手さん狙うなら相棒のワットソンにしてください。グズすぎだろい。敵がアンチエリア目標に移動を開始した。キャッパー。倒した敵を蘇生しにライフライン持った。私はそれを敵オクタンの原子パッドを用いて措置する。措置自体はできましたけど、ライフライン生きてます。そして相棒のワットソンさんがダウン。許せねえでまったく。ワットソン、君の仇討ちは必ずしてみせる。とりあえず状況を把握するために屋上へ登ってみた。どうやら敵同士が潰し合ってくれているようだった。オクタン、アキアキ。燃えたオクタン、次にする行動とは？私に撃たれる？キャッパー。意外にもテルミットグレネードでも一人キルしましたね。前はテルミットグレネード好きじゃなかったけど、最近は結構使えるテルミット。なんか後ろで蘇生の音が聞こえるのですが、キャッパー。オクタン、金シールド持っていたんですね。いやー、気づかなかった。残り1部隊。現れたな。サービスのテルミットグレネード。飛んでんけー。おっきくかかってんじゃん。これはもう追い打ちをかけるしかない。待ってミラージュ。相手何人かわからないので気をつけてくださいね。とりあえずミラージュダウンシーの。最後思うようにことが運んでよかったですね。これは私が手のひらで敵を踊らせたと言っても過言ですね。なのかもしれない。さて皆さんまだまだ暑い日が続きますが、お体に気をつけてゲームを楽しんでください。ってことで今回はこのあたりで。ご視聴ありがとうございました。さよなら。